クイナモドキカは超高クイナモドキメに分類される目。本家のみでクイナモドキメを構成する。マダガスカル全長25から30センチメートル。関節に伸び続け先端が粉末状になる羽毛のある場所が5体ある。上面の灰色は赤褐色や肺褐色で、下面の灰色は白や褐色。クイナモドキ族のくちばしは短く直線的で、 メスは角稲もど貴族のくちばしはやや長く、下方へ湾曲する。鎖骨は退化し痕跡的で、飛翔力は発達しない。講子は頑丈で、第一子がある。後の間には水かきがない。卵は開白色で、褐色の反転が入る。ヒナは綿輪で覆われた状態で、孵化する。以前はツルメに分類されていたが、系統関係は不明で、 本家のみでクイナモドキメを構成する説もあった。2008年に発表された超高百169種の核 d n a の分子系統推定では、ハトメと単系統群を形成するという解析結果が得られている。以下の分類は IOC ワールドバードリストに従う。和名は山品に従う。英名は IOC ワールドバードリスト、モモセに従うクリーロクイナモドキは、 潤林、ム胸ジロクイナモドキは、乾燥林、メスアカクイナモドキは、有種植物のある乾燥した茂みに生息する。地表性、ペアや小規模な群れを形成し生活する。少なくともメスアカクイナモドキは、昆虫、果実、種子などを食べる。繁殖様式は卵生。低木の木の枝に、木の枝を組み合わせた巣を作り、1回に1から3個の卵を産む。 農地開発や森林伐採のみによる生息地の破壊、狩猟などにより生息数は減少している。ありがとうございます。